何なの手抜いてんの発売中止だよ。どうなんだよ。バキ打ち。それは相手をバッキバキに罵倒し吊るし上げる。さあ狂気の影。滅びるがいい。開発会社と共に太一の新日 SS 開発担当プロデューサーバキ打ちスペシャル。お疲れ様です。なんでよこんなよ、 G1 終わったすぐによこんな休場してる体引きずってきたか分かるかお前この野郎。なんか作ってんだろ今。はい、見たぞこの間お前。 ありがとうございます。流れてくるだろあんなもん、こんな勝手によ、ね。はい、なあ面白いのかこれお前。面白いと思っております。いやどうだかな。あチラッと見たけどよお前あの出来でいいのか本当に。お前やばいと思うで俺は。新日本プロレス1のゲーム好きといえば俺だろお前。俺らのゲーム作るっていう時にお前俺に相談もなくよこんなもん作るからよこんなもん出来上がったんだろお前。売れる売れねえの問題じゃねえだろこれ。発売中止だよこんなお前。発売中止だよこんなお前。それは困ります。いや困るったってこっちだって困んだよ。だから他の連中はどうでもいいや俺が出てんだよお前。それをよクソみたいなクオリティでお前やるんだったらお前潰すぞ俺が。大変失礼いたしました。事前登録を開始した新日 SS のクオリティに対し物言いを決めに来たという聖帝ではバキ打ちしたいクソゲーポイント。それはっていうかよお前まずよ。はい。でも何発売を延期してんだよ。何発売を延期してんだよ。なあ、少しでもファンの皆様に良いものをお届けしようと思ってちょっと遅れております。良いものができてんのかよこれ。俺にはそう見えねえぞ。発売で延期するってお前どんどんハードル上がるぞお前は。まだかまだか。じゃあそれなりのものを作り上げてくるんだろうなってどんどんハードル上げてんだぞ自分で。はい、今スタッフ総出で制作しております。太一曰く今年のリリースを来年初旬にしれっと変えたのがクソ。そしてあとよお前ゲームの画面なんだけどなんだよねお前。安っぽくねえかこのシャンパンと一緒だよお前。安っぽくねえかこのシャンパンと一緒だよお前。このシャンパンより安いぞお前下手したら。では見てみよう。なあここ二人対立してるこれ安っぽいなこれ。なんなのこれ手抜いてんの。そして攻撃がヒットした時もなダメージの出方も安っぽいな。おいどういうこと。安っぽいの連呼。アリの反逆も許さぬダメ出しの連続。必殺技の発動にはなんだこのフィニッシュホールドってお前。もう一回見せてくれよ。何俺の顔隠れてんじゃねえかお前。これ一番いいとこだお前。選手の顔隠してどうすんだよこれ。おっしゃるところも最もだと思いますので我々持ち帰って検討させていただきます。バキ打ちに乗ってきたのか絶望止まらぬ聖帝は。なんだよこのカウント。俺でも作れるよこんなのお前。俺でも作れるよこんなのお前。もうちょっとさドキドキ感ないわけ。ワンツーっていうのがプロレスの醍醐味だろうよ。ワンとツーを同じテンポにするな。確かにテンポ感がクソ。本当におっしゃる通りだと思います。我々外出持ち帰って検討いたします。まあ今全部ざっと見たけどさやっぱり何が一番気になるって。なんで対戦相手コロコロ買うの。実写の映像を使用しておりますのでどうしても。そりゃそうだよ。だけどお前対戦相手変わっちゃなんかいまいち乗り切れねえつうかよ。誰と今やってたっけって今なったの見てたよ俺。みんな思ってんじゃねえのファンも。はい、
やはりこの実際の戦っていらっしゃる試合の映像をどうしても生かしたいと思って。激闘の数々を生かしたい開発チームの思いと目の当たりにした現実の狭間で太一は何を思う。まあ他の連中はどうでもいいわ。俺はちゃんとかっこよくやれよ。俺に開発費使ってもうちょっと画面のクオリティ上げてくれよ。はい、まあこれじゃあ新日本プロレスって笑われるよお前。これゲームから始めるやつもいるんだから、初めてプロレスを知るやつもいるんだから、そういうやつに対してプロレスのすげえとこ画面で伝えてくれよお前の。はい、検討します。もうさっきから検討検討って、お前政治家かこの野郎お前。まあ、やれよお前マジで。はい。とその時、俺もここまで首突っ込んだからよ、このゲームのアンバサダー俺がやってやってもいいぞ。え、対戦しかですか。もうやってやってもいいよな。棚橋とか内藤とかあいつらゲームしてねえんだよ普段。ゲーム好きじゃねえしよな。ゲームといえば俺だろ。あんな奴らより俺の方がいいと思うぜ。なんと棚橋内藤を押し出すアンバサダー電車道宣言。ならば聞いてみよう。なった場合はこのゲームに対して不釈神明を貫く所存でございます。だからお前も気力体力の限界が来るまでやれよ。はい、目指します。まあということでよ、その辺全部キラリのおっさんに言っとけよな。分かったか。前向きに検討します。検討ばっかりだな、まあ、確定だよ。すぐ行ってこいよ。プロレスストロングスピリッツ、究極のプロレスラー育成ゲームがスマホで登場。世界同時リリース決定。事前登録受付中。物資も